第12ヘリコプター隊は、群馬県北群馬郡新東村の相馬ヶ原、駐屯地に本部が駐屯する、第12旅団麗華の航空化部隊である。麗華の第1飛行隊は、北宇都宮駐屯地に分駐している。前身は、第12師団第12飛行隊である。2001年第12師団が、師団から旅団へ、縮小改編された際、 陸上自衛隊唯一の空中機動展開に特化した空中機動旅団第12旅団に改編された。その国間を担う部隊ゆえ、1個飛行隊を増強し、第12ヘリコプター隊となった。航空艦の中では、第15ヘリコプター隊と並んで、師段旅団保有の航空艦部隊として最大規模を誇る。平時は空中機動展開訓練を行い、 高新越という地域の特性上、高評価地訓練、積雪地訓練を行っている。有事、災害派遣の際は全国へ展開して運用を行う。なお、第12ヘリコプター隊だけでは輸送力は足りず、有事の際には、東部方面航空隊や第1ヘリコプター団等の増強を必要とする。また、旅団零下部隊等に、 空中機動要領を熟知した要因を配置するために、空中機動指導官養成訓練を行っている。この訓練は、ヘリコプターの着陸誘導訓練、地面すれすれでホバリングするヘリコプターから飛び降り、周囲を警戒して制圧するへ、リボン強襲訓練、上空でホバリングするヘリコプターからロープを伝って、地上に降りる、リペリング訓練など、あらゆる場面を想定した訓練を行うという。 その一環で、戦闘捜索救難での航空課隊員による、ラベリングを第1ヘリコプター弾、第102飛行隊同様に実施しているという。第12ヘリコプター隊、CH-47JA カッを除き、相馬ヶ原駐屯地所在。飛行隊は1個飛行半機関編成となっている。第12飛行隊、第12ヘリコプター隊、ありがとうございます。